はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、軍用活用イベントがねいよいよ始まりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。所持メダル一応5500までやったんですけども、まあこちらの、まあストレスフレイで割と周回できたデッキをねちょっとご紹介していこうかなというふうに思っております。はい、まあ、戦績、まあ、ちょっと負けたけど11勝2敗くらいで上がれたので、まあ割とそこそこね勝ちました。はい、でデッキは何かと言いますと、ナイチンゲールに装備カードをつけてぶん殴るワンキルです。弁慶ワンキルみたいなイメージですかね。なんか雰囲気的にはなんか相手のなんか顔面をひたすらにぶん殴り続けるというね、脳死ワンキルデッキなんですけれども、カードパワーが低いんですよ、環境的に。だからなんか先行制圧があんましてくるデッキなくて、まあ、ちょっとビートルーパーがちょっと強いんですけど、ちょっとビートルーパーとか回してるの時間かかるなと思ったので、なんかそのワンキルしちゃえば早くねってなって、今回は LL を使ってワンキルしていこうかなっていう感じですね。で、ナイチンゲールっていうモンスターが、まあこれ皆さんもよくご存知かなと思うんですが、直接攻撃できますと。で、素材を持っているこのカードが素材の数だけバトルフェイジに攻撃できますと。で、素材の数だけ打点が上がりますみたいな効果あるんですね。だから、まあ1000とかになってなんか5連打とかしてくるようなモンスターなんですけど、このモンスターになんか装備カードをつけてぶん殴ると、なんかありえない打点で誰とかできるんで、なんか相手の盤面を気にせずにひたすらに相手の直接顔面に直接攻撃をして勝てるというね、これが一応ね、このイベントの集会の回答です、私なりの。相手の制圧盤面が強くないからこそ活躍できるデッキですね。はい。なんか、制圧盤面が結構強いなっていうデッキが増えてきたら、ちょっとデッキ構築とか見直さないといけないかなと思うんですけど、まあ今のところはなんかこれで普通に周回できたんで、まあ、大丈夫かなっていう感じはしますね。はい。なんで、ジェム回収を早くしたいよっていう方はぜひ使ってみてください。はい。早速、ちょっとリプレイ解説で今回はやっていきましょう。デュエル3倍。基本的にはですね、高校を取ってワンキルしていくだけなので、まああんま解説することもそんなないんですけど、とりあえず相手は、マザースパイダーとかいう最強モンスターを、爆弾させてきたので、まあ、増殖する G 投げます、通りました、ありがとうございます。で、まあ、言うてね、先行妨害マジそんな強くないんだよね、まあ、ビートルーパーぐらいかなじゃないか なんかめっちゃ強い の先行で一応、まあ、3妨害ぐらい安定して構えてくるのね、まあ、あれも増殖きついんで増殖投げとけば大体止まるんですけどね。で、この盤面なんかすごい強そうに見えるんですけど、これ実はゼロ妨害なんですよね、別に。打点が 高いだけで、別に何もしてこないんで、まあ、こういう結構ね、場面多いんだよな。まあ、とりあえずなんか、クソ適当に、モンスター横に並べて、装備つけてぶん投げればいいだけなんですよ。マジで。めっちゃ簡単でしょ。で、とりあえず、セレスト召喚からワンチャン発動して、スワローを持ってきました。あ、で、なんかバーンダメージがなんか謎に、モンスター、の効果で、マホトラップカード発動すると600バーンみたいな。なんかあったりするし、あとこれ相手が、特殊化するたびに600番あるんだけど、これ素材ないからあんま関係ないみたいな。だからもっとバーンしかねえんだ今。はい。でなんかサファイアの効果で手札からセレスト一緒に出して、でセレスト特殊化すると LL 魔法トラップ持ってこれるんで、これバードコール持ってきて、まあこれサンクチュアリとか入れたらそれサーチできるんですけど、これちょっとこの時なんか普通に忘れて入れてなくて、で、でレベル4、あ、レベル1モンスター4体で、アセンブリー出して、で、アセンブリーにこのストイックチャレンジ装備しますと。ストイックチャレンジは、素材の数かける600アップするっていう超絶脳筋カードで、アセンブリーが3200で4連打できます。ダイレクトアタックね。脳死すぎや。4200か。4200で4連打してくると人が2人は死ぬね。あ、これが基本展開かな。なんかこんな感じでクソ適当にレベル1なんか4体か5体ぐらい並べて素材にして、でダイレクトするだけっていうだけです。これね、あ、そう、ビートルーパー多分このイベントめちゃくちゃ強いんですよね。でこのデッキ先行で何本か5妨害ぐらい構えられて、この対戦ちょっと、早送りしますわ。5妨害ぐらい構えられて、まあ、世界終わったなと思ったんですけど、一応展開見よって見たんですよね。で、このグレートインセクトってやつがまたちょっとこの動画にしようと思ってるんですけど、こいつバトルフェイズにフィールドゾーンに魔法カードがあるとなんか全部ぶっ破してくるんで、モンスターをサンダーボルトみたいなのを打ってくるんで、こいつめっちゃ強いですね。で、展開して、
あのビートレッパーはね、あのこのインビンシブルアトラスでこいつがエースモンスターになってくるんですけど、こいつでねこのスティンギランス特殊召喚できて、でスティンギーがね魔法トラップ持ってこれるんですよ。でこれがねモンスター効果無効になってるんですね。はい、まあ、この辺はちょっとビートレッパーの動画見ていただければわかるかなと思うんですけども、でアームドホーンがさらに出てきてから、セラフィンパピオン、こう蝶々ですね。で蝶々がフリーチェーンで自分の墓地の昆虫族特殊召喚できるっていう効果あるんで、一応まあニードルが蘇ってくるっていう感じです。はい、なんでニードルの、ま、モンスター効果無効 と、グレートインセクトのバトルフェーズ破壊 と、これ、スティンギランスでモンスター効果無効と、あと無限保養が確か1枚あって、で手形にスティンギランス1枚抱えられてたんで普通に5妨害くらいあるんですよこれ5妨害あってこれ絶対無理だなと思いながら回してるんですけど、ワンフォーワン効果でコバルトスワローを墓地を送って、コバルト効果で持ってくるのが、セレストで、サファイア効果でセレストと一緒に出して、セレスト効果で LL 魔法トラップサーチに、ニードルが使ってくれたんで、とりあえず1妨害踏みました。で、ワンチャン効果、これワンチャン結構強いんでね、レベル1持ってこれるんで、レベル1がやるとレベル1持ってこれるっていうカードなんで、ここピュアリーとかにも入ってますね最近ね。で、ビルルカナリーの効果使って墓地のコバルトスワローを特殊召喚したいよっていう効果発動するんですけど、スティンギーランスで自分の墓地の昆虫と相手の墓地のカードをなんかデッキに戻すっていう、まあ、地獄みたいな効果あって、でこれで出てこられて特殊召喚できませんでした、きついです。でワンチャン、持ってきましたと。で、ワンチャン2枚連打してるんでね。でプロムスプラッシュでこれね魔法トラップカードをバウンスするよっていう効果あるんですよ、相手のフィールドの。これでフォーメーション戻してあげないと、あの全部パ飛んでくるんですよね、グレートインセクトの。とりあえずこれ戻してあげると、でここにまあ一応あの打ってくれたらなんだっけ、ビートルーバーの無効系のカウンタートラップ、あれ打ってくれたらまあまあまあいいかなと思って、で打ってくんなかったのでとりあえず、ピードマホ戻りました。でレベル、1のモンスター3体でアセンブリー出します。でここもなんか全然打ってくんなかった、打ってこなかったんですよね、あの相手で。これね相手結構傍観してたんですけど、これ何が起きるかっていうとですね、これ影響めっちゃあるんですけど、まずこいつが素材になってると200打点アップします。でコバルトが素材になってると対象になりませんと、効果のこれめっちゃ強いんですよね、無限砲が起きるときなんで。でさらに、サファイアは、自分の墓地のなんか、LL を素材にできますみたいな、ね、感じの効果を付与できるんですけど、まあ、これは発動しませんでした、相手のカウンタートップがあったんで。でデーモンの斧装備します。で2000で4連打です脳しすぎん、2004連打、はい、ダイレクトアタック、ね、顔面にダイレクトアタック、はい、で無限砲よ、対象取れない、気づきました相手、相手対象取れたこと気づきましたこういう感じでワンキル取ってます。はい、で相手に先行渡された時なんかコイントスとかで負けて相手が自分で高校取ってきた時どうするかって話なんですけど、ねアセンブリーナイチンゲールが戦闘ダメージゼロに、戦闘効果で破壊されて戦闘ダメージゼロにできるっていう効果あるんですよ。これを発動すればターン大体返ってくるんで、先行渡されたらこれ立てるようにしてます。はい、でなんかクソ適当にターコイズからコバルトで、でコバルト効果で次のターンのサファイア持ってきて、でカードを2枚ドローして、で特に先行なんで、まあ、別に盤面作る必要ないんでね、 なんでナイチンゲール出してエンドですね。で相手の動き見ると、で、相手もこれ確か案の定なんか LL だったんだよな。でサンダーボルト打ってきたんで、まあ、アセンブリー使って、まあ、これちょっと無限砲用とかあるんでドローフェイスとかに打つかどうかはちょっとチェーンによります、ね、でサンボールチェーンすればまあ破壊されないと。で相手も LL だったんですよね戦闘ダメージゼロになるんで、まあ、相手のアセンブリーではしょられないんですけど、ライフがね最後なかなか地獄みたいなデュエル始まりますよ。これだからアセンブリーをなんとかして突破しないといけないんですよね。で相手もアセンブリー出してきて、でこっちがね あの無限砲用とか入ってないんでね、ちょっとアセンブリーを突破する手段が、まあ、エクサレッキーしか基本的にはないというところで、まあどうするかって話なんですけど、そういう時はこの強調の主題歌なんか出しに行って相手のカード除外するようにしてます。で、サファイアと、セレストのコンボで、特殊召喚から、LL バードコール持ってきて、でスワロー、スロワースワロー特殊召喚ね、これレベルが同じやつが2体以上いるとっていうのが特殊なんだけど、レベル1の鳥獣でワンチャン発動して、かなり持ってきて、でこれは次のリソースです、これ、はい、
で、アダハナのフェリジット出す。で、バードコールでコバルト持ってくる。で、フェリジットでコバルト出して、で、コバルト効果で次のリソース持ってくる。で、これ次のターンのこと考えてます。これどうせこのターンキル取れないんで。アセンブリーの効果発動されてるんでね。はい。ね、シュライグで、シュライグで頑張ってショルト。これ戦闘効果打開せないから、結構ね、LL で突破するの難しいんだよね。LL は弱点 LL みたいなところから。はい。で、相手のカード除外する。で、ワグテールを下に下敷きにして、まあ、次のターンの戦闘効果ダメージもゼロにする。みたいな。戦闘効果ダメージか。戦闘ダメージか。戦闘ダメージゼロにして、戦闘効果打開せなくするという感じですね。はい。で、こっからまた相手 LL 展開してくるんですけども、アセンブリの効果発動して、まあ、無限砲撃打てないタイミングでアセンブリ発動して、戦闘ダメージゼロにしとけば、まあ、とりあえずターンは多分返ってくるかなっていう感じですね。で、ここのリソースで次のターンにキル取っていくみたいなイメージ。で、またこれ、アッセンブリー出されたら、今度はこっちが、強調の試合が出てるんで、なんか適当に超持続特殊召喚すれば、相手選んで除外できるんだよね。なんで、シュライグは先に出しておいた方がいいかなっていう。で、聞き流し風潮、これ何の効果も受けない、ランク1のモンスターなんですけど、これこのカードが戦闘で破壊されないみたいな効果なんですよ。で、この戦闘で発生する GBA のダメージがゼロとかなんで、なんかこれはあんま関係ないですね。なんか、通り越してワンキルしちゃえばいいっていう。もう無視して顔面に殴ります。はい。で、なんだっけ、サファイア特集で相手の後ろ沢に行ったところで相手されるんだという感じですね。はい。まあ、ちょっと、アセンブリーナイチンゲールゲーにはなってるんで、ちょっとミラーかなり大変っていうのはあるんで、まあ、そこだけ注意。